え、小林選手が137試合出て、打率2割7厘、うん、打点27、ホームラン2本と。まあ、うん、ことごとく小林がもうちょっと打ってくれたらなっていうのは、確かに多かったわけですよ。はい、うん。そこで、そこで、まあ、宇佐美選手が、はい、えー、まあ、春先骨折してしまったので、出遅れてしまったんですけど、夏場に上がってきてから、うん、え、21試合。 打率3割5分、打点8、ホームラン4本と。うん、まあ、えー、引退した相川選手なんかも、えぇ、ー、三松選手とか、あの、ベテランのキャッチャーいたんですけど、はい、なかなか若いキャッチャーっていうのがいなかったんですけど、ね、この宇佐美選手が出てきてくれると、えー、高橋監督も、いや、今日はちょっと、えー、宇佐美で行こうかというような、うん、日がもっともっと多くなってくれればね、 うん。いいんじゃないかなと思うんですよ。その今日はっていうのはどういうタイミングで変えるんですかねまあ、例えば菅野投手だと、やっぱりあの、インサイドワークとかすごく大事になってくると思うんですけど、どマイコラスなんかは意外とキャッチャーは誰でもいいような、<ー>そのパターンが、投球パターンが、そのまあ、自分で結構組み立てて、ストライクどんどん取っていくタイプなので、<ー>えー、ピッチャーしたいってことですそうですね。だから、キャッチャーが小林じゃなくてもいいのかなと。 思うんですけどね。そうすると打つ方がいいやっぱりね、打つキャッチャーっていうのは、やっぱとんでもなく強いチーム作れるんですよ。えー、まあ我々の時代だと、えー、ヤクルトの古田さん。<ー>古田さん、1993年に打率3割8人、ホームラン17本、打点75、盗塁阻止率6割4分4厘、えー。この数字がすごいっていうのは、今年、 小林選手が阻止率ナンバーワンなんですけど、3割8分なんですよ。はい、それで、うん、えー、2003年ソフトバンクが勝った時、えー、城島、3割3分、ーホームラン34本。ね。打ちますよこれねこの二人、もう、やっぱり、クリーンアップ打てるわけですよ。で、キャッチャーですよ。はい、8番キャッチャー、今もうどこのチームも。これが宇佐美だと、8番じゃなくても、 もうちょっと、そうそ、5、6番でもいけるかもしれないんですよ。え<ー>、安倍がね、皆さんもご承知の通り、2012年、3割4分、ホームラン27、打点109と、うん、MVP 取ったんですはい。だ打てるキャッチャーっていうのは、非常に大きい。うん、だから、まあ、小林に、まあ、これだけ打席立って、2割そこそこしか打てないっていうのは、やっぱ相当苦しいですよ。 まあ、うんだからやっぱ、大概慣れてくるもんですよ。うん。だ二2割3分、4分ぐらい打ってくれないと、ちょっとね、まあでも、まあ、小林肩も強いし、インサイドワーク、はい、まあ、うさ、あの、え、菅野投手なんか、うまく引き出してくれるので、まあ、当然、小林選手も必要なんですけど、じゃ小林選手が、怪我したらどうなるのっていうこともだってあるわけですよ。まあ、すよね。だから、まあ、宇佐美と、 えー、両方が、えー、もう、いつでもいけるっていうようなチームになると、すごく、えー、強いチームが作れるんじゃないかなと思いますね。はい、だからもう来年、んキャンプオープン戦と、今年は WBC あったので、小林 WBC 行ってたので、はい、ずっと宇佐美で行けたんですよね。で、これからも、えー、秋、 えー、ずっと打席もたくさん立っていくだろうし、うんうね、今年ホームラン打ったのが、まあ4本ですけど、はい、すっごい,い,いホームラン打ってるし、うん、いいところで、だからそういう雰囲気でもうあの違和感なくやれるってことは証明してるわけですよ。うん、だからそれが、うん、一試合一試合が、あのー、キャリアになっていって、経験になっていくんですよ。うん、もうリードなんて、じゃあ、えー、優秀な、今までの優秀な歴代のキャッチャーの人が、 全部サイン出したら勝てんのかって言ったら分かんないじゃないですか。かだから、もうこの一球が何が正解かっていうのは結果が全てなんですよ。だから正解のリードっていうのはないんですよ。まっすぐ行って、スライダー行ってって言って、教科書通りのことが起こらないわけですから。まあそしたらみんなできちゃいます、ね、そうなんです相手のバッターの調子もあるし、相手のバッターが調子悪かったら、小林選手みたいなバッターだったら真ん中投げても打ち取れるわけですよ。<laughs> うん、だから、もう本当に、あのー、インサイドワークとかリードっていう部分は、もう試合に数出ていって、うん、あ、今この状況で、もう、いつも私は言うんですけど、スコアブックってあるでしょはい。マネージャーやってたからわかるけど、はい、同じスコアブックっていうのは二度とないんです。うん、まあそうですね。ね、うん、必ずストライクの入り方とか、うん、得点は0対0でも、うん、同じアウトのなり方っていうのは、ないでしょそうですね。<然>こんだけの多くの試合が、 行われながら。じ,じゃあ、もう究極にやっていって、全部のアウトが27個のアウト、両軍で54個のアウトが一緒だとしても、ストライクの入り方とかボールの入り方っていうことをやっていったら、絶対同じ試合ってないんですよ。うん、確かに。そうやって考えて、宇佐美選手も、もう一つ一つがもうプロの、あのー、 ね、えー、体にもなってきたし、うん、もう体力面でももう、あの、心配することはないんで。あ,あ、そうですか。もう大体2、3年経つと、1年間こうやって流れていくんだなって、もう体力も、うん、ものすごい体力がつくんですよ。いくらでも1時間打てって言ったら1時間打てるし。 最初は1年目の選手は打てないよ。そうですよね、うん。もうどうしても変なところ使うので、うん、体全体使えないので、投げ込みなんかでもそうなんですよ。ちょうど良くなってくる時な、ね。いや、もう、あの、乗ってくるので、うん、来年の宇佐美選手、まあ、ぜひ皆さん期待してください。ですよ。うん。だ二2割3分4分ぐらい打ってくれないと、ちょっとね、ま、あでも、まあ、小林肩も強いし、インサイドワーク、はい、まあ、あ宇佐あの、 えー、菅野投手なんか、うまく引き出してくれるので、まあ、当然、小林選手も必要なんですけど、じゃあ、小林選手が、怪我したらどうなるのっていうこともだってあるわけですよ。まあ、そうですよね。だから、まあ、宇佐美と、えー、両方が、えー、もう、いつでもいけるっていうようなチームになると、すごく、えー、強いチームが作れるんじゃないかなと思いますね。だからもう、来年、 うんキャンプオープン戦と、今年は WBC あったので、小林 WBC 行ってたので、はい、ずっと宇佐美で行けたんですよね。で、これからも、えー、秋、えー、ずっと打席もたくさん立っていくだろうし、ううね、今年、ホームラン打ったのが、まあ4本ですけど、はい、すっごい,い,いホームラン打ってるし、いいところで、だからそういうふうが阻止率ナンバーワンなんですけど、3割8分なんですよ。はい、それで、ーえー、2003年ソフトバンクが勝った時、 えー、城島。<ー>3割3分。ホームラン34本。ね。撃ちますね。これね、この二人、もう、やっぱり、クリーンアップ打てるわけですよ。で、キャッチャーですよ。はい、8番キャッチャー。今、もう、どこのチームも。これが、宇佐美だと、8番じゃなくても、もうちょっと上のに、そうそ、5、6番でもいけるかもしれないんですよ。え<ー>、安倍がね、皆さんもご承知の通り、2012年、3割4分。ホームラン27。 打点109と。MVP 取ったんです、うん、はい。だ打てるキャッチャーっていうのは、非常に大きい。うん。だから、まあ小林に、まあこれだけ打席立って2割そこそこしか打てないっていうのは、やっぱ相当苦しいですよ。うん。だからやっぱ大概慣れてくるもんいいんじゃないかなと思うんですよ。うん、その今日はっていうのはどういうタイミングで変えるんですかねまあ例えば菅野投手だと、 やっぱり、あの、インサイドワークとかすごく大事になってくると思うんですけど、どマイコラスなんかは、意外とキャッチャーは誰でもいいような、<ー>そのパターンが、投球パターンが、そのま、自分で結構組み立てて、ストライクどんどん取っていくタイプなので、ピッチャーしたいってことですね。そうですね。だから、キャッチャーが小林じゃなくてもいいのかなと思うんですけどね。そうすると打つ方がいいっやっぱりね、打つキャッチャーっていうのは、 でやっぱとんでもなく強いチーム作れるんですよ。えー、まあ我々の時代だと、えー、ヤクルトの古田さん。古田さん、1993年に、打率3割8人、ホームラン17本、打点75、盗塁阻止率6割4分4厘、えー。この数字がすごいっていうのは、えー、今年、小林選手の雰囲気で、 もう、あの、違和感なくやれるってことは証明してるわけですよ。だからそれが、一試合一試合が、あのー、キャリアになっていって、経験になっていくんですよ。うもうリードなんて、じゃあ、えー、優秀な、今までの優秀な歴代のキャッチャーの人が、全部サイン出したら、勝てんのかって言ったら、わかんないじゃないですか。うだから、 もうこの一球が何が正解かっていうのは結果が全てなんですよ。だから正解のリードっていうのはないんですよ。はまっすぐ行って、スライダー行ってって言って、教科書通りのことが起こらないわけですから。まあそしたらみんなできちゃいます、ね、そうなんです。相手のバッターの調子もあるし。相手のバッターが調子悪かったら、小林選手みたいなバッターだったら真ん中投げても打ち取れるわけですよ。だから、もう本当にあの、インサイドワークとかリードっていう部分は、 もう試合に数出ていって、あ今のこの状況で、えー、小林選手が137試合出て、打率2割7厘、うん、打点27、ホームラン2本と。まあ、うん、ことごとく小林がもうちょっと打ってくれたらなっていうのは確かに多かったわけですよ。うん、はい、あ。でたので。 そこで、まあ、宇佐美選手が、ええ、まあ、春先骨折してしまったので、出遅れてしまったんですけど、夏場に上がってきてから、ええ、21試合、打率3割5分、打点8、ホームラン4本と、うん。まあ、ええ、引退した相川選手なんかも、ええ、松選手とか、あの、ベテランのキャッチャーいたんですけど、なかなか若いキャッチャーっていうのがいなかったんですけど、この宇佐美選手が出てきてくれると、ええ、高橋監督も、 いや、今日はちょっと、えー、うさみで行こうかというような、うん、日がもっともっと多くなってくれればね。うん。